U132 セバストーポリは、ウクライナ海軍のフリゲートである。艦名は、クリミア半島の都市、セバストーポリに由来する。同地は、長年国会艦隊の母校で、重要な軍事拠点の一つである。元は、ソ連時代に建造された1 1 3 5 m 号計画、ブレベースニック型警備艦の5番艦ラジーテリヌイで、ウクライナ海軍への譲渡に際して解明された。 警備艦ラジー・テリヌイは、1974年6月5日に、ソ連海軍の艦艇リストへ加えられた。1975年2月11日に 1135M 級の一艦として、カリニングラートのビアンターリー第161工場で寄港された。1976年7月1日に浸水し、同年12月31日に、ソ連海軍の戦列に加わった。 バルト海艦隊からの遺跡に伴い、1977年2月5日に、セバストーポリを母校とする国海艦隊に編入された。その後、1980年代には、リビアのトリポリ、キューバのハバナ、ルーマニアのコンスタンツァへ寄港した。1997年7月14日、退役したが、同年8月1日、ウクライナ海組へ編入、セバストーポリと解消、看板号は、 U132 とされた。ロシア連邦海軍からは、1997年9月8日に除名された。ウクライナ海軍に編入されたものの、行動可能状態に服することはなく、2005年に除籍スクラップとしてトルコに売却され、2006年7月6日に栄光されていった。ありがとうございます。